もこんにちは、今日はですね、なんだラーツまあツーリングっていうほどでもないんですけど、まあ、ラーメンをねよく好きで食べるんですよ。僕がね、でそのまあいろんな元五郎岡さんだとかね、YouTube の動画の中見てて、山岡屋さん、アッキーチャンネルさんでもよく出てきてますけど、その山岡屋さんのラーメンを食べてみたいなって思って、まあ、食べたことがなかったんですよ。で調べたらうちからねどうだろう5キロぐらいのところに乗りましたもん、で今はなんか自粛、まん延防止のやつでちょっとまあ一晩中やってるってことはないんですけど、まあ昼間だったらね、ちょっと営業してるんで、ね、ちょっと行ってみようかなと思って、でそこの道を昔からよく仕事でも通ってたんですよね。でも全然知らなかったんですよ。その、まあ、普段ラーメンってよく食べるんですけど、まあ愛知なんでスガキ屋だとか、まあスガキ屋ぐらいですけど、名古屋といえばまあスガキ屋しかないんで、何があるのかなとかに、まあいろんなチェーン店のね、まあ店があるんですけど、ラノイチ、一蘭だとか、馬屋があるんだけど、山岡屋っていうのはね、ちょっとね聞いたことがなくて、でここ最近この YouTube をねこうやり始めて。いろんなチャンネルもやっぱり見るじゃないですか。そしたらそれが山岡屋出てきてて、で食べてみようかなと思って思い立って調べたら、近かったんで、まあ、ちょっと昼ご飯を食べがてら、ちょっと行ってみようかなと思って、今向かってます。はいちょっともうほんとすぐなんですよ。このよくさこう前に映ってる自分の姿ってみんな良くないですか。まあ横の車が綺麗とかさ、ガラスに映るとかさ、いろいろあるじゃないですか。だけどね、なかなかちょっとこの車まあ色もうすごいピカピカにしてくれてる車だとね、結構いいですよね。こう所詮車もバイクも自己満じゃないですか。外観がねどうだとか、これがかっこいいだとか、いろいろ色が好きだとかさ、そんなのはまあ自己満でいいんですけど。ちょっと今ハプニングでもごもご言ってますけど、インカムじゃないや、このなんだ、マイクのスポンジが外れて口の中に入ってます。なぜかポロッと、だからちょっと雑音がひどいかもしれないです。すいません。今ねちょっとこうタバコを加えるようにマイクのスポンジを口に加えてます。突然入っていた。さっきなんか取れたなと思ったら、息を吸った瞬間にポイって口の中に入ってきましたね。ちょっとどっかで直さなきゃですね。直しようがねえな。まあちょっとこのまま我慢します。これでスポンジが取れてるだけならまだいいんだけど、マイク落としましたって言うと嫌なんだよな。だからさ、チンガードにつけてるんだけど、チンガードのところだと
基本的にマイクが全然見えないんですよね。これだからスポンジのさ、あのモコモコっとしたこのポコって蓋がマイクにあるんですけど、それが本当に役に立ってるのかっていうのはこれ検証できますね。これだから喋りにくいのはあのスポンジのせいなんで、あの僕の滑舌とは全く関係ないです。まあ、普段から滑舌も悪いですけど、滑舌が悪いんじゃなくて、なんだこのフルフェイスのヘルメットが、なんて表現したらいいんでしょうか、ほっぺたをギュッとやられるから喋れないんですよね。多分今スポンジが完全にあのチンガードの中に落ちましたね。どこに行ってしまったんでしょうか。よいしょ。まあいいか、スポンジの予備もあったから。よいしょ。もうちょっとで着くと思います。この辺だと思ったんだけどな。ちょうどねお昼になっちゃったんですよね。なんか準備いろいろしててちょっとマスク忘れちゃって、最近バイクに乗ることが多いんで基本あんまり他の人と接しないんですよね。だからついついマスク忘れちゃってて、いかんですね。さっきにコンビニ寄ってあの買ったんですけど、もうマスク何個目だろう。もうあ見えました、山岡です。見えますかね。わ、お客さんも入ってた。あ、2時だ。そうか、24時間って言って書いてあっても24時間はやってないんだね。さあ、山岡屋初体験でございます。空いてますね。はい、今山岡屋さんで、ご飯を食べてきました。美味しかったですね。ちょっとあの久しぶりっていうか、あのなんか食券を買う店が久しぶりですね。あのもうちょっとメニュー何があるか調べてから行けばよかったかなと思うんですけど、食べたのは醤油ベースっていうのかな、醤油のやつでネギが乗ってるやつ、ちょっとお昼なんでね、僕あんまりがっつり食う方じゃないので、あのちょうどよかったですね。でこっからあのちょこっとねバーっとバイパスがあるんで、バイパスに乗ってね、帰るとより家までは早いかなと。まあ、直線で約 5キロ、さっきちょっと調べたら5キロじゃなかったし、もうちょっとありましたね。7キロぐらいかな、7キロぐらい。まあ、16からずっとバイクに乗ってて、あの18ですぐ普通車っていうか普通二輪、中型、今の中型二輪って、ね、昔の中型二輪か、なんですけど、あのこれ乗ったことないですね、名4 バイパスそのものっていうのが僕のあの行動範囲になかったんですよね。あの家峠っていう、そういうあの生活しかしてなかったので、あの正直言ってあのツーリングって言われるの僕ね1回しか行ったことないですね。あの若い頃ね、最近はあのエイブでねツーリングちょこここ5、6年行ってますけど、あのほぼ僕があの400とか乗ってる頃っていうのは、あのまあ俗にあの世で言うあの
80年代90年代のバイクブーム時代だったんで、ほぼ、まあ、サーキット行くか峠走ってるかっていうところぐらいですね。まあ、いい悪いはちょっと置いといて、僕はずっと三重だと三重方面、の、まあ、三重から彦根に抜ける山だとか、あとは、まあ、鈴鹿スカイラインあたりですか、とかをメインに行ってたり、まあ、茶臼山だったりとかね、まあそんなに遠くまではちょっと行くわけでもなく、まあ唯一、まあ、遠征ぐらいで鈴鹿スカイラインぐらいですかね。なので、こっちのね、豊橋方面っていうのにね、行ったことがない。そもそも僕、オートバイで高速道路っていうのを、1回だけしか乗ったことないんですよ。その1回って何って言ったら、そのね、人生で1、2回しか行ったことのないツーリングっていうのに昔行って、まあ、一緒に行ったそのメンバーの中の子が、まあ、ちょっと無理して、奥琵琶湖で転んじゃったんですよね。で、まあ、ちょっと帰りはね、渋滞もちょっとあるんで、さっと帰れるように高速使いましょうなんて話になって、まあ、高速初めてそこで乗ってね、走ったことありますけど、まあ初めてでしたね。僕鈴鹿のホームストレート、バックストレート以外で、そのバイクの性能をフルで発揮したことっていうのは、ね、高速道路で初めてでしたね。でもよっぽど怖かったですね、やっぱり。鈴鹿のバックストレートの方がよっぽど安心して走れますね、やっぱりね。大体がまあ、走ってるやつらがみんなそれなりのレベルのやつが多いんで安心ですよね。そういうやっぱ街中ってね、まあ、いろんな人がいるんで、レベルがね、いい人悪い人っていう意味じゃなくて、まあこうなんだろう、自信満々の人もいれば自信なさげの人もいるし、昨日免許取ったばっかの人もいれば、ね、夜勤明けで朦朧としてるやつもいるでしょうし、そういうような感じでね、まあ、同じものが走ってるわけではない、同じレベルの人が走ってるわけではないので、ちょっと気をつけて走らないといけないのかなっていうのを、この年になって改めて知ったっていうのもね、変な話ですけど、さあここからバイパスに入ります。本当はね、ここ右側のバイパス行くとね、すごい要は渥美半島の方ぐらいまでね、ザーッと行けるんですよ。だけど、まあ、ちょっとこのライディングポジションではそこまで行きたくないので、左へ曲がってしまいます。ここね、ちょっと見えるかな、先にラーメン福ってあるじゃないですか。このね、ラーメン福、ここに僕は、ここっていうかこの系のラーメン屋さんによく来るんですよ。まあね、そんなこんなで、まあ、美味しいラーメンを食べてくるっていう旅をやりましたけども、まあ、このままね走ってけば、まあ、すぐに家着いちゃうんで、この辺でお別れしたいと思います。じゃあ、さよなら。